菅義偉前首相が旧安倍派や二階派麻生派と連携し自民党最大派閥を形成する動きが報じられています。もしこれが実現すれば菅氏が再び首相候補として浮上する可能性が高まります。具体的には菅氏は旧安倍派や二階派麻生派の有力視野と会合を重ね事実上の菅グループを結成する動きを見せています。このグループが200人以上の規模に立ちすれば自民党内での影響力が大きくなり総裁選での優位性が増すでしょう。現在菅氏は自民党内で新たなグループを結成する動きを見せています。このグループには旧安倍派や二階派の一部麻生派からの離脱視野が参加する可能性があります。もしこれらの派閥が連携し菅氏を支持する形になれば党内での影響力が増し再び首相の座を狙うことも現実味を帯びてくるでしょう。ただし菅氏自身は派閥結成に慎重な姿勢を見せており資金面や組織運営の課題もあるとされています。菅氏本人は立候補を否定しており若手を救うには安倍派最高しかないと立ち向かうのは彼しかないと辞任。自民党総裁選に名前が上がってるのは上川外務大臣も議幹事長河野太郎デジタル総括藤正信元官房長官小泉進次郎元環境総石破茂元幹事長岸田文雄首相もさらに挙げれば高市早苗氏と混沌としている。9月の自民党総裁選は菅義偉前首相と麻生太郎副総裁という首相経験者や2人のキングメーカー争いの様相を呈している。岸田文雄首相、自民総裁、と距離を置く非主流派の中核の菅氏は反岸田の姿勢を鮮明にし非主流派の中から誰を推すのか見定めている。主流派の要の麻生氏は再選がかかる岸田首相らから支援を期待されている。麻生太郎副総裁はもし虎なのかトランプ網で。麻生太郎副総裁は2024年4月に3日にニューヨークのトランプタワーでトランプ前大統領と会談しました。この会談は11月の米大統領選挙でトランプ氏が再び当選する可能性を見据えたものとされています。麻生氏の訪問はトランプ氏との関係を強化し将来的な利害関係を考慮した動きとみられています。このようなトランプ網では他の国の要人たちも行っており外交的な戦略の一環とされています。安倍晋三元首相と同一の首相がトランプ氏網で釈伏できるものではない。ゴルフ無駄な会話冗談を含めた良好な関係が大切だったと安倍晋三自身も回顧していた。トランプ氏の基本は商売人なので何をするにしても無駄なことを避ける。7月1、3日アメリカのペンシルベニア州バトラーで開催された集会中にドナルド・トランプ前大統領が銃撃される事件が発生しました。トランプ氏は右耳から出血しましたが幸いにも無事であると報告されています。この事件はトランプ氏が2024年の大統領選挙に向けた選挙運動の一環として行われた集会中に起こりました。容疑者は会場外から狙撃したとみられ現場で死亡しました。2024年の大統領選挙におけるトランプ前大統領の銃撃事件はアメリカ性ヨサムに大きな衝撃を与えることになります。性ヨサムマトナ分断の深まり。事件は性ヨサムマトナ分断を深める要因となります。支持視野と反対視野の間で論争が巻き起こり事件の背景や動機についての陰謀論や疑念が広がることが予想されます。これにより性ヨサムマトナ不信感や対立が増大し選挙戦に影響を与える可能性があります。候補視野の安全対策が一層強化されるでしょう。警備の強化や公共の場でのイベントのセキュリティ対策が厳重化され候補視野の動きが制限される可能性があります。これは選挙キャンペーンの運営や選挙戦略に大きな影響を与えます。選挙戦略と候補視野のイメージへの影響。事件は候補視野のイメージや選挙戦略にも影響を与えるでしょう。トランプ前大統領の支持者や層が同情を表明しその影響力を強める可能性があります。一方で他の候補視野は事件を利用して性ヨサム的に攻撃する場面も考えられます。投票行動への影響。事件は有権視野の投票行動にも影響を与えるでしょう。一部の有権視野は事件に対する反応や候補視野の対応を考慮して投票する可能性があります。これにより選挙結果に影響を及ぼす要因となるかもしれません。メディアとの関係。メディアの報道は事件の詳細や影響を広く伝えることになります。
メディアの取り扱いによって事件がどのように西洋サムマトな論争や候補視野のイメージ形成に影響を与えるかが決まる可能性があります。これらの要因から見るとトランプ前大統領の銃撃事件は2024年の大統領選挙に深い影響を与えることが予想されます。事件後の西洋サムマトな状況や候補視野の戦略は事件の内容やその後の展開に大きく左右されるでしょう。菅氏は岸田首相の再選を非難。菅前首相は岸田首相の再選に対して批判的な意見を表明しました。菅氏は岸田首相が派閥の問題に対して責任を取っていないことに対する不信感が国民の間で広がっていると述べ、新たなリーダーが必要だと主張しています。麻生副総裁も岸田首相の再選に対して批判的な立場を取っているようです。麻生氏は岸田首相が提案した西洋サム資金規正法の改正内容に不満を示しており、特に若手議員が資金を集めにくくなる点を問題視しています。また岸田首相が派閥解散を打ち出したことに対しても批判的で、自ら率いる麻生派は存続を決めています。このような状況で岸田首相は麻生氏の支持を得るために2週連続で会談を行いましたが、依然として両視野の間には亀裂が残っているようです。流れは菅前首相のグループ再編旧安倍二階派を目指しています。さらに麻生派は岸田派の一部を競合したグループと連携、相当な集合体を構築が囁かれています。今後の展開。9月に予定されている自民党総裁選ではポスト岸田をめぐる動きが活発化しています。現在次期総裁候補として名前が上がっているのは以下の人物たちです。石破茂元幹事長、上川陽子、小泉進次郎、河野太郎、高市早苗と総裁選に向けて支持を集めるための活動を展開しています。9月に行われる予定の自民党総裁選。総裁の任期切れまで約3ヶ月もある中、早くもポスト岸田レースは熱を帯びている。実質内閣総理大臣を選ぶ大事な戦い。日本テレビは現時点で立候補に向けて動きのある人たちの最新状況を徹底分析します。石破茂み、67、出馬を模索。NNN と読売新聞の世論調査で常にポスト岸田として上位に名前が上がる圧倒的な知名度が石破氏の強み。石破氏が出馬すれば自民党員の投票で優位になることが予想される。また衆議院議員の任期が残り約1年となる中、ある閣僚経験視野は今の低支持率を回復させて選挙の顔に一番なれるのが石破茂だと期待を寄せる。さらに裏金事件で自民党への逆風が強まる中、若手議員からは無派閥の石破氏は刷新イメージが出やすい、通す声が上がっている。河野太郎、61、出馬に意欲。河野氏側近は先月、総裁選に出ない選択肢はないと河野氏の総裁選出馬に向けた意欲に変わりがないことを明らかにした。河野氏は先週会見で出馬について聞かれ、28年前から言っていると発言。側近は現職大臣であるから出馬表明ができないだけで気持ちは変わっていないと説明する。小林鷹之、49、出馬待望論。財務省理財局高橋洋一氏の後輩。小林氏についてある自民党の中堅議員は、若くて選挙の顔になると話すなど刷新の象徴になるのではとの期待が集まっている。開成高校から東京大学に入り、財務省を経て38歳の若さで初当選、経済安保層も経験するなど若手ホープとして注目される存在だ。小林のコバとタカの英語なホークを合わせたあだ名はコバホーク。周囲からは謙虚、悪口を言う人がいないとの声も上がり、中堅若手議員からは派閥にとらわれず高い評価を得ている。今後ベテラン議員にも支持を広げていけるかがポイントとなる。野田聖子、63、出馬に意欲。今年2月 BS 日テレ真相ニュースで総裁選について準備していくと意欲を示した。男性中心の西洋サム風土を早くから批判し、女性の西洋サム参画を訴えてきた野田氏に対しては、党内から初の女性首相候補として期待の声が上がる。また裏金事件を受け、派閥政治への逆風が強まる中、野田氏は周辺に派閥がバックにない無派閥を貫いてきた自分にとってはチャンスの総裁選になると語っている。派閥解消後初めて行われる戦いで、無派閥の強みをベースに支持拡大を狙う。早くも熱を帯びる自民党総裁選、夏の決戦。